はい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。新サバ生活ね、ちょうど1週間ぐらいが経過しました。いやー、でもいろいろありましたね、1週間で。まず大きな事件としては1連盟解体事件がありましたね。でこれ何が起こったかっていうと、なんかね、元々1位の連盟があったんですよ。でそこがね、結構名手さんが割と好戦的ということで、なんかいろいろね、不安に思ってる方とかおられたみたいなんですけども、なんかある日突然ね、その1位連盟の R4 の方がですね、なんか連盟員を全員追放するっていう事件が起きたらしくて、それでなんかね、1位連盟が突然解体ということになりましたね。でまあ審査はあるあるだと思うんですけども、なんか1位連盟って言っても結局個人順位1位の人が所属してるから1位連盟っていう、そんな感じだったんで、その1位の方もね追放されてしまったので、それ突然ね、ランキングから消え失せるという、なんかそのねすごい事件起こりましたね。で結構ねそこの1位連盟の方々チリチリになってしまったので、なんかね、まあ、いろんな連盟さんが、受け皿になって受け入れを行ったんですけども、そのね個人順位1位の方が今私がいる連盟に来られまして、なんか突然ね私の今いる連盟が今順位1位にあるという、そういうね愉快な状況になってますね。このね棚ぼたみたいな感じだったんですけどね、いやこれはちょっと驚きでしたね。やっぱりね、なんか新サバの序盤のうちって結構こういう事件起こりがちですよね。なんかね他の方々も言ってたんですけども、最初に1位だった連盟は大体なんか問題起きるっていうジンクスとしてあるっていう話も聞いて、確かになんかちょっと思い当たる節がある感じはしますね。まあやっぱあんま最初にねなんか力入れて頑張りすぎちゃうと疲れちゃうんで、そういったところでね結構問題起きちゃうのかなってのもあるかもしれないですね。はい、そしてですね、あと個人的なニュースとしては、私ついにねメルチをゲットいたしました。やりましたね。いや、メルチね、まあ、ようやくね、ガチャとかでも出るようになったんですけども、なかなか狙うと出ないもんでね、結構欲しいものをゲットできなかったんですけども、なんかこの間ね、レアガチャを回したら突然出てきてくれて、空軍のエースとしてね、入手することができたという感じでございます。まあ、ですので、ちょっと今ね、喜びさんで、空軍を育てようと頑張ってるところですね。いや、これはちょっと嬉しいですね、本当に。今のところね、レアガチャとかから廃止される空軍英雄でまともに使えるのってメルチぐらいなんで、これはちょっとね、今後海軍キラーとして頑張ってほしいですね。ちょっとメルチと組ませる相方誰にしようかすごい悩んでるんですけどね。今のところラシューとかいるんですけど、これもまあ言うて微妙っすからね。ちょっと育てるかどうかっていうと微妙なとこありますね。まあとりあえずメルチをメインで育てていって、その最中でね、誰と組ませるかっていうのを考えていきたいですね。やっぱね、とりあえず育てて損はないのは、ナージャとかその辺なんでね、できれば欲しいんですけども、やっぱあいつって入手手段がめちゃめちゃ限られるんで、なかなかそこは難しいとこありますね。まあ、ナージャメルチとかできればね、相当強いんで、かなりありがたいんですけどね。あと個人的にちょっと悲しかったのが、ドローネを買えなかったってとこですね。なんかちょうどね、この新サバ始まった頃にドローネの販売してたんですけども、新サバって、なんか新人向け任務とか優先されてしまって、なんか最初のうちのね、イベントのやつとかなくなっちゃうんですよ。なんで時期的にはドローネ販売の時期だったんですけど、ドローネをね、購入することできなくてですね、それ入手できなかったんですよね。いや、それがね、入手できてればね、ドローネメルチでもうド安定だったんでめちゃくちゃ良かったんですけどね。いや、そこはちょっと悔しいとこですね。はい、という感じでね、現状そんな感じでございます。ちょっとね、空軍の育成頑張っていきたいなってとこですね。で、あとね、1週間ぐらい経ちまして、イベントの方もね、結構ね、ゴロッと変わっております。最初のうちはね、本当に、新人向けのやつだったんだけど、なんかちょっとずつね、こう、イベントっぽいものは来てるんですけども、ただね、よくよく見てみると、旧サバの方で開催されてるものとね、若干毛色が違うんですよね。で、このカーニバル購入ってやつはね、メダル購入にすごい似てるんですけども、結構ラインナップが微妙に違いますね。例えば、英雄だと、リトリ、シエル、フーカってことで、なんかね、普通だったらナージャとかなんかいるじゃないですか。この辺がなくて、陸軍と海軍とリトリって感じで、なぜか空軍がいないっていうのはちょっとおこなんですけども、こんな感じになってますね。あとなんかレアスキルも書いてですね、出撃上限レアが書いたり、あと陸軍攻撃、海軍攻撃が書いて、で空軍攻撃はなぜかないっていう嫌がらせをされてるんですけども、こんな感じでね、結構本当に品揃えも違うんですね。なんでかなりこの辺はね、新サバ特有のイベントかなって感じですね。あと、ラッキーダイヤとかも来てるんですけども、これもちょっとね、違うんですよ、仕様が。まず、マックスで、3万ダイヤまでっていうところで、ちょっとね、この上限が違うっていうのと、あと、品揃えも結構違いますよね。
旧サバだと3万円のね、ダイヤのリワードとして、なんか LINE が30日増えるやつとかあったんですけど、こちらはね、このエフェクトの箱ですね、になってる感じですね。とかとかね、結構細かいとこ違うんですよね。なんかこのちょっとユニークですよね。あと英雄集結ということで、まあ、これはまあ旧サバのよくあるやつかな、になってて、品揃えはシエル、フーカ、ラシューということで、まあこれちゃんとね、空軍もいる感じですね。でこんな風もやってますね。なんか昔って本当にね、サーバー立ったばっかの時ってこういうイベントっぽいものなかった印象あるんで、なんかこの辺は本当ユニークな感じしますね。はい、という感じでね、結構イベントの方も変わってきてるんで、なかなか面白いですね。本当なんか昔やってた頃とはだいぶ毛色は違ってきてるんで、なんかね、本当新鮮な気持ちで楽しめてるなと思いますね。ただ相変わらず、なんかこう、課金誘導すげえなって印象だけはありますけどね。なんかその辺はちょっと、ね、運営がなんかうまいことをやり始めたって感じがしますね。はい、という感じですね。でちょっとね、育成の方はちょっと上位陣に離されちゃってる気はするんですけども、まあね、メルチゲットしたりとか、まあ進んでるところもあるんで、その辺はちょっとね、頑張ってやっていきたいなと思います。とそういえば報告を忘れてたんですけども、遺跡の争奪はね、すでに行われて今日も分配されてますね。で我々やっぱね、まあ、一位連盟ということで、今日北の方をね、がっつり取らせていただいてますね。なんか補給戦とかも始まってくると思うんでね、それはちょっと楽しめそうな感じがしますね。あとはやっぱビッグイベントとして、まあ、首都戦ですよね。まあ、それはちょっとね、がっつり実況していきたいと思ってるんです。楽しみですね。まだちょっとね、いつ行われるかはっきりはしないんですけども、まあ、まずはそこをね、目標にして頑張っていきたいなってことですね。はい、という感じで新サバの現状の報告でございました。じゃあこれからもね、頑張っていきたいと思います。じゃあまたねー。